はい、3章の内容、データと集計に関して、ざっと紹介していきます。今回一番重要なのは、例えば10個、あるいは10ケースのデータが集められたとき、その中からどういった傾向をつかんでいくのかということです。大きく2つのやり方を紹介していくんですが、まずその前に基本的な考え方を押さえたいので、それをこの、1番、情報の整理方法、基本というところで見ていきます。まず、10ケースという言い方を今したんですけれども、情報の単位はケース、事例で、考えられることというのは多いんですね。それがここにある、事例です。事例のことをケースと言い換えます。事例のことをケースと言います。これは、A さん、B さん、C さんであったり、A 社、B 社、C 社だったりするわけです。それに対して、この時どうやったかな、この時どうやったかな、というふうに、その都度の結果を調べていくというやり方もあります。この場合は情報の単位がケースではなくて観察結果になるわけです。1回目の計測、2回目の計測等々って感じですね。以下では事例を使うということを、前提として考えていきますけれども、それには限られないということを注意しておきましょう。で、もう一つは情報の分類をどうやってするのかということです。10ケースある場合を考えるということで、A 町から P 町という、町のことを考えてみたいと思います。何かですね、例えば高齢者の健康状態を良くしようという政策を行ったときに、その結果、どんな健康状態の変化があるかということを調べた、ような、データがあると仮定してみてください。A 町から E 町では政策を何か行った。すると、健康の改善が実現した。どうしましょう。LMN では同じような政策を行ったんだけれども、そうした健康改善は実現しなかった。OP ではそもそもそんなことをやっていない。健康改善も実現していないというパターンです。こういう10個のケースが与えられたらどうしましょうか。いろんなやり方がありますけれども、まず基本になるのはグループを作るということだと思います。A、B、C、D、E はこうだった。LMN はこうだった。等々ですね。というグループを作った後、これを分類するというのがですね、一般的です。どういうふうにするかというと、こんな感じです。政策の有無によってですね、分けるとすると、政策を実施した町では、その結果、健康の改善が実現したというパターンが多かった。それに対して、実現しなかったというパターンは3パターンだけだった。3課長だけだった。こんな感じですね。こういうふうに実施庁の中だけで見たときに、こういう2パターンがあったというとき、どんな結果が導けるか。政策を行ったら必ず健康改善が生じる。これは間違いですよね。改善が見られる傾向があるだったら、差し当たり正しいと言っていいでしょう。こんなことがまず導きます。一方で、実施していないところについてもちゃんと見なきゃいけません。実施しなかった、かつ、健康の改善も見られなかったという町が2つあったんでしたね。他方、実施しなかった、改善が見られたっていうような町はないんでしたね。だと、実施しない場合、改善する場合があるっていうのは違うと言えるでしょう。実施しない場合、改善生じないっていうことはバシッと言えるでしょう。以上のように、2つのパターンに分類をして、ここから結論を導くというのが、できれば非常に素晴らしい。皆さんはこれを1回生、2回生の間にできるようになってほしいと思います。今回の場合にはどんなことが言えるでしょうか。例えばこうです。健康改善なくして、ごめんなさい、健康政策なくして健康改善はないといったような結論が導かれるはずです。皆さん自身でもですね、試しにやってみていただけたらと思います。図式で言うと、この部分が明らかになったというような、内容なんですが、ちょっとこれは省略しましょう。ではですね、もうちょっと、いわゆる質的なデータを扱う場合考えてみましょう。
人一人がですね、話した証言内容を集計するというような場合です。この後でですね、統計を扱います。統計を扱う場合と、一人一人のですね、その思いが詰まった個性的な言葉を扱う場合というのは、少し区別して、やっていく必要があるので、まあ、その違いを抑えていけるといいですね。まずデータの型です。発話型のデータというものがですね、証言の内容ではですね、出てきます。まあ、話し手の人が話した言葉のままのデータですね。何かと思って見てみてん、こなってん、あれ、ないないちゃうかな、というようなですね、まあ、その都度こう気づいたこと、話したいことを順番に話していくってことがよく見られます。これ、興味深いことに、見聞型のデータに変換できるというのが面白い点です。じゃあ、見聞型のデータって何ですか？それは、第三者が表現するような文章です。A さんはあるものの存在に気づいて目を凝らしたすると、それは四角だったので、おそらくこれは〇〇〇なんだろうと考えた。どうですかね？先ほどと同じ内容でも、第三者が記したような、まあ、いわば、客観的な表現、まあ、見たり聞いたりして書いたような、記したような表現に変わっているとわかるでしょう。こういうことができるんですね。こういう変換ができるんですね。逆の変換は無理です。このように、ま、元に戻れないのでですね、発話型のデータというのはしばしば生データ、生物のようなですね、データだというふうに言われます。じゃあ、それぞれの型を使って中継を行うとしましょう。まあ、架空のデータをですね、作ってみたんで、それを使いたいと思います。まあ、ある女性がですね、子供を出産した後、夫の言動とですね、でこの、まあ、お母さん、妻自身の心情にどんな関わりがあるか調べた結果だと仮定してください。まあ、いろんなですね、証言が出てきて、こういうのやったことないと一体どうまとめたらいいか全然わからなくなります。まあ、しかしですね、こういうのはもうパターンがあるんです。見ていきましょう。ちょっと大きくしましょうかね。拡大。まず、発話型と発話型で記述する場合、話された言葉を変えてはいけません。それをうまく使うわけですね。夫は出産後も育児に積極的だったりした。どんどん妻の話を聞いてくれたりした。というような場合、うつには陥らなかったとか、満たされた気持ちといった回答がありました。というのが特徴だった。それに対して、夫が、いや、全然話を真剣に聞いてくれない。全然手助けをしてくれなかったと言った場合、いや、かなりギスギスしています。いたわりの言葉もねぎらいの言葉もないです。と言った場合は、いや、精神的に日々の育児がしんどいですと、日々が辛いですと、気がめいります。といった、まあ、いわばマイナスの言葉を非常に語っているということがわかる。まあ、こんなふうにですね、まあ、十人十色の言葉だったんだけれども、そこからですね、一定の傾向を導くような集計が可能です。これを見聞型と発話型というふうに変えると、もう少しシンプルな記述が可能になります。夫から積極的な関わりがあるような応答があるような母親の場合、寂しさはありませんとか、満たされた気持ちといった、いわばプラスの声が目立つ。それに対して、夫からの積極的な関わりがないような場合は、辛い日々です、気がめいりますというような嘆きの言葉が見られた。まあ、こんな風にですね、わかるでしょうかね、この。どんなお母さんの状況なんですかというのを一言で言い換えて、つまり見聞型のデータに言い換えたことによって記述が非常にすっきりするというわけです。まあ、すっきりした反面、この、なんていうかね、まあ、やや淡白になってしまうのがね、デメリットでもあるんですけれども、まあ、こういうメリット、デメリットが出てくるということを押さえておきましょう。じゃ最後に、両方見聞型にどうするとどうなるんですかね。さらに淡白になります。夫からの積極的な応答がある母親の場合は、
総じて満たされた気持ちで子育てを行っており、とうとう積極的な応答がないような場合は、気持ちの落ち込みを訴える例が多い。まあ分かりやすいといえば分かりやすいですね。ただ非常に淡白で、お一人お一人のですね、こう言葉の特徴とか、その気持ちのこう細かい部分は読み取れない形になっていることが分かると思います。このようにですね、文章を使って集計するといっても、いろんなやり方があるので、それぞれのケース、状況に応じて、あるいは目的に応じて使い分ける必要があります。ニノさんは省略しまして、最後に数量的な集計に行きたいと思います。要点は飛ばしまして、数量的なデータにもですね、連続的なデータ、離散的なデータという2種類があります。連続的なデータはグループ化されていないものです。あなた何歳ですか、4歳ぴったりですとかいう人ってやっぱりいないわけですね。まあ、あの受信法で表すなら 3.7 歳ですとかですね、 18.5 歳ですとかですね、まあ、そういうふうにこう、まあ、細かい区分が可能なんですね。それによってこうなだらかな、データを作れます。これは離散型データへ変換可能です。じゃあ離散型データというのは何か。これね、質的データって言われることもあるんですけれども、質的分析、質的、集計、質的研究、質的調査って言った時の質的と別の言葉なので、ここでは、まあ、ある京大の先生が使っている離散型という言葉を使います。グループ化されてます。10代、20代、30代とかいうやつですね。元々の連続型のデータへは変換できないのでお気をつけください。これすいません、発話型になってません。連続型データです。次に統計型、統計による集計も可能です。連続型と連続型の場合はこのように回帰直線、まあ、散布図を作って回帰直線を引くというのが一般的です。すると、まあ、その傾きとですね、まあ、切片が分かるんですね。この傾きのことを回帰係数と言います。この例の場合には1という回帰係数が出てきます。これは後日ですね、 Excel を使った集計を練習してもらうときに実際に作ってもらいます。あと R2 乗決定係数というのも出てきます。これはこの回帰係数がですね、全体の分布をよく、表している度合いです。まあ、ちょっと低めの回帰係数ですけれどもね、こんな結果が現れる。これによって、まあ、この例は喫煙本数と不整脈の頻度の関係を表しているんですけども、まあ、何らかの一定の関係があることが分かります。一方で、次離散型と連続型だとどうなるか。喫煙がある、ない人、喫煙がある人という2グループに分けちゃうんですね。でその平均の差を求めることがしばしばあるんですが、グラフでは箱ひげ図を使うのが一般的です。するとまあそれぞれの分布が分かりますんで、重なりが大きいか少ないか、この場合はやや重なってるんですが、まあ平均はまあ結構離れてるので、まあ、ある程度喫煙ない人ある人で不整脈があるなし、頻度、不整脈の頻度は違ってくるということが読み取れます。最後に離散型×離散型です。ここではですね、リスクの計算を考えてみましょう。まあこういう、表でですね、このパターンを見つけるんですけれども、まあ、それをやったとして、帯グラフで最終的に表すのが一般的です。喫煙をしている人は不整脈がありますと言った場合が、ちょっとずれてしまいました。40% もあるというわけですね。喫煙していない人はこれが実は 20% だけとなったらどうでしょう。不整脈の発生リスクは2倍っていうふうに言えるんじゃないでしょうかね。こういうふうにリスクおよび2倍というリスク比という言葉が使われます。まあ、リスクの読み方はここにまとめておりますので、よかったら見てみてください。はい、以上がですね、今回の第3章の内容となります。まあ、駆け足でしたけれども、文章を使った集計、統計を使った集計、それぞれできるようになってもらえたらと思います。